まあ、僕は家族がいるんでね、子供がいるんで一緒にいますけど、まあ、リラックスというのかね、あれはどうなんですかね。一番ハードな時間でもありますからね。お子さんの面倒を見るという意味で。そう、だからリラックスできるかどうかは分かんないですけど、まあそれも意識しなくてもどっかでリラックスする時間って作ってるんでしょうから、まあ今ね、それこそ現役でいる間ってそんなにリラックスっていうのを求めなくても、まあ忙しく生きて、しんどい日々を生きて、嫌でもリラックスしなきゃいけない日って来るわけじゃないですか、現役を退いたりしたら。まあ、それまでは別にいいんじゃないですか、あんまり考えなくて。僕は特にないですかね、もう。寝る時とかぐらいですかね。ただ、ね、格闘技やってて楽しいわけですよね。そうですね。そう、それが充実してる人間にね、リラックスする瞬間っていうのを求めるのが良くなくて、大体その社会においてリラックスする瞬間がどうとかって言ったやつはね、大してその仕事とかに打ち込んでないやつから言うんですよ。だ、そこでがそれを楽しめてない人たちがリラックスする瞬間とかって求めるわけであって、我々その競技をやって、この生活っていうのを苦しいながらも何とか楽しんでいて、一生懸命打ち込んでたらもうそれで精一杯で、リラックスしてる時間とか言ってるやつらはね、ちょっとぬるいんですよ。